没落した貴族の慣れの果てというのではあまりにも醜い。なあレオンハルトよ。とどめを刺してやってもよいが、裏切り者の末路がどうなるか、軍の規律を引き締め直すにはいい機会だ。恨むのなら己の非力さを恨むのだな。エルフの少女一人守る力もないのか。何も見えない。これが死ぬということなのか。結局俺には何もできなかった。俺に力があればですか。誰望むならば力を与えましょう。そう、神を結べる力を。あなたは一体。私はディシャナ、世界の均衡を望む者。力を望むのであれば、私にあなたの全てを捧げてもらいます。未来永劫、あなただけではなく死死孫孫に至るまで、魂の器としての宿命から逃れることはできなくなります。魂、あなたに残された時間はわずか。魂の束縛か死か、どちらかを選びなさい。俺は約束したんだ、あの子と必ず守ってあげると。俺に力を、せめて守りたいものを守れるだけの力を。そのためならばこの命、いや未来へとつながるこの魂までも、ディシャナ、あなたに捧げる。いいでしょう。その輝きこそ私が望んでいたもの。あなたに力を。待ちなさい。無益の血は流したくない。ヒーロー、俺なら切る。
情けはかけぬ。無益な血は流したくない。聞いてくれ。先に通れるなら斬る。聞かぬ。情けはかけぬ。やりえ。私のことを助けてくれて、それ以外には何も。そうか。私は、いや、俺はレオンハルト。ありがとう。あなたのおかげで彼女との約束を破らずに済みそうだ。主を守護することが我が役目。我はそのためにある。主とはどういう。詮索は後です。彼女が襲われたとなれば、まだこの辺りに兵が残っているかもしれません。そうですね。まずは落ち着ける場所まで行こう。話はそれからだ。君の名前は。私はエリス。エリスか、素敵な名前だね。どこへ向かうのですか。とりあえず奥に進むしかないでしょう。この先に町か村でもあればいいのですが。私が案内してあげる。この辺りはお買い物の時によく通るから、近道も知ってるし。それじゃあエリス、案内をお願いしてもいいかい。